こんにちは。タックトイク L&R テスト対策講座11月から2025年1月開講クラス説明会短期間での目標スコア取得を可能にするタックの講座の特色始めていきます。担当いたしますタックトイ i ク講座の白川と申します。よろしくお願いいたします。はい。今回の講座説明会はこちらの3部構成で進めていきます。 1> 第1部、受験のメリット、目標スコア。第2部、短期間での目標スコア取得を可能にするタックの講座の特色。そして第3部、コースガイドです。それでは第1部、受験のメリット、目標スコアから始めていきます。はい。トイックをする受験のメリットとしてですね、一番に挙げられているのがこちらですね、就職、転職活動に使えるということです。トイックのスコアをエントリーシートや履歴書に書いてですね、英語力をアピールすることができます。 また、社会人の方に関しましてはですね、まあ、企業によって制度等は異なりますが、TOEIC のスコアに応じて資格手当や報奨金を出す企業とか、また TOEIC のスコアを昇格、昇進、配属等の要件にしている企業もありますので、この TOEIC ですね、キャリアアップにも使えるテストだということが言えます。 はい。また自己啓発で英語学習に取り組んでいる方多くいらっしゃるかなと思いますけども、漠然と英語力を伸ばすぞという目標にするよりもですね、このトイックを使うことによって具体的な目標になるというメリットもあります。いつまでにトイックで何点取るといった具合ですね。はい。このトイックですけども、受験の機会が多いテスト、また受験者数が多いテストです。 試験内容は、英語のリスニング聞くとリーディング読むです、ね、2つの英語力を測定するテストで、公開テストの場合、受験資格はありませんので、どなたでも受験することができます。実施日程は公開テスト、今年度、年間18日で実施をされているほか、大学、企業等で行われている団体受験、IP テストというものもあります。 テスト形式は一部 IP テストでオンラインという形式がありますが、それ以外はマークシート方式の一斉客観テスト、英文のみで構成されたテストです。テスト結果は合格、不合格ではなく、トータル10点から990点のスコアが5点刻みで表示されます。 公開テストの結果通知はですね、試験日から30日以内に公式認定証が発送されるほか、試験日から17日後にはインターネットでスコア表示、19日後にはデジタル公式認定証が発行されています。受験者数は年間192万人、メインは大学生、社会人の方が占めています。受験料は7810円です。 はい。このトイックテストですね。特徴として挙げられているのはこちらですね。時間に対して問題数が多いテストだということです。 トイックの問題形式はパートという呼び方しておりますが、全部で7つのパートからなるテストで、前半のパート1からパート4がリスニングの問題で約45分間で100問。後半のパート5からパート7がリーディングの問題で75分間で100問。合計120分、約120分、2時間で200問に答えるテスト。 なんですね。平均しますと1問あたり1分ないという回答時間となりますので、特にこの後半のリーディング、最後のところで時間が足らなくって、時間切れになっちゃいましたという方が多く出てくるテストでもあります。このトイックですね、英語力に加えて、いかに素早く回答していくかといったですね、この情報処理能力が合わせて求められているテストだと捉えていただけるといいかなと思います。 はい。e i c の満点は990点です。ここでですね、日本で TOEIC を主催しています IIBC 国際ビジネスコミュニケーション協会が発表しているスコア別スできること一覧をご紹介します。こちらの表ですね、左側に TOEIC のスコアがあって、右側にそれぞれおおよそこういったことができるレベルですよということが示したものになりますので、皆様の現状把握、目標設定等に使っていただけたらと思います。 はい。それでは続きましてですね、目標スコアの話に移っていきたいと思うんですけども、トイックを初めて受験します。何点をまずは目指していったらいいですかというご質問につきましてはですね、えークではまずは650点を目指してくださいというふうにご案内をしております。と言いますのはですね、トイックの公開テストの平均スコアが現在612点。 で、内訳を見ていきますと、社会人の方の平均が639点、大学生の平均が589点となっていますので、まあ皆様にはですね、この社会人の平均点、639点を上回るというところで、まずは650点を目標にしていただけたらと思います。はい。またすでにですね、取り組んでいらっしゃる方で、あるいはですね、もっと高い点数を狙いたいんですけども、という方もですね、多くいらっしゃるかなと思います。トイックで750点、 あるいはは900点のスコアアが取れまますすとアピール度はさらに大ききくなってきます平均スコアが612点に対して大きく上回っているということもありますし、まあ、パーセンテージで見ていきますと、745点以上取っている方が上位24.5%、まあ、4人に1人という感じですね。でさらに895点以上となりますと 4. 4、4.4%となってきますので、点数が上がれば上がるほどアピール度は大きくなってきます。 はい。今年度の公開テストは年間18日で実施されていますということで先ほど申し上げましたけども、具体的にはこちらの日程ですね。まあ、日曜日メインで実施されておりますけども、土曜日の実施も増えてきているというのが最近の傾向です。 で、各日程で午前実施、午後実施とありますので、結構ですね、まあ、年間を通じて受験の機会はあるということなんですけども、注意点といたしましては、受験地によっては実施されない日程がありますので、受験時ごとの詳しい日程に関しましてはですね、こちら IIBC 公式サイトにてご確認いただきますようにお願いをいたします。 はい。で、後ほど第3部のコースガイドでコース紹介していきますけども、例えば、まあ、タックでですね、まあ、11月からご受講を始めた場合、ご受講を始めいただいた場合ですけども、単価コースで4ヶ月間の受講期間のコースがあります。そうしますとですね、えー、受験の目標としましては、2025年の2月、3月ですね、このあたりの公開テストで目標スコアを、えー、狙っていただける。こんなイメージで捉えていただけたらと思います。 はい。それでは以上で第1部ですね。受験のメリット、目標スコアの話を終わりまして、続きましてこちら第2部ですね。短期間での目標スコア取得を可能にするタックの講座の特色に移りたいと思います。はい。タックの講座をお勧めしたい方はですね。からまずはご紹介していきたいと思いますが、このトイックに初めてチャレンジするという方、あるいはですね、受験経験があるけれども、いつも大体同じスコアになってしまっているという方、 そしてですね、早く目標スコアを取りたい、時間をかけたくないという方、こういった方向けの講座です。特徴としましてはですね、3レベルのコースから選べます。650点目標、750点目標、そして900点目標ですね。自分,にレベル自分のレベルに合ったコースで狙いたいスコアが 目指せる。そんなコースになっております。で、もう一つ選べるがありまして、それは学習メディア、講義の受け方なんですね。それは教室、ビデオブース、ウェブ通信、DVD 通信の中からお選びいただけます。またですね、e-learning 付きのコースの設定もございますが、詳細に関しては、後ほど第3部で申し上げていきたいと思います。ご飯で申し上げていきたいと思います。 はい。それからもう一つの特徴が短期間で完結型ということなんですね。単価コースの場合ですけども、4ヶ月間の受講期間の中でですね、や,やっていただきたいことは全てお伝えする。そういった内容となっております。またコースパック、受講期間8ヶ月間のコースもございます。はい。おすすめしたい理由が3つあります。まずは講師ですね、皆様の学習を導いてくれる先生の存在があるということ。 そして二つ目が教材ですね。教育対策の教材、紙のもの、アプリのものなど、たくさん今世の中に出ておりますけども、迷ってしまっているという方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、講座であれば、このコースはこの教材というふうに決まっているので、迷う必要がないということですね。そして三つ目がカリキュラムです。受講期間中にこういった順番でこういうことを学んでいきますよという形で組んでありますので、これに乗っかって学習していただくことによってですね、 はい。早く効率よく、時間を節約して目標スコアを狙っていただける。これが最大のメリットかなと思います。はい。それではですね、まあ、講師による講義からまずご紹介をしていきたいと思いますけども、どんな感じでご受講いただいたらいいかということなんですが、はい。基本的にですね、予習はいりません。 1>, 1回60分の講義を週2回のペースでご受講ください。2時間になりますねで。復習に関しては60分かけ週3回、週3日といったイメージですね。これで3時間。1週間あたりの学習時間の目安が5時間になります。ここの講義のご受講をペースメーカーにしてですね、学習を進めていただけたらと思います。 はい。今5時間と申し上げましたけども、もう少し詳しく話しますと、5時間から7時間を目安にしていただきたいと思います。この5から7というのはど,どうして幅があるのかということなんですけども、ここでご紹介したいコースが650点総合コースなんですね。こちらのコースでは全部で26回の講義60分かける26回の講義がありまして、これを週2回のペースでご受講いただきながらですね、こちらの総合とつくコースには e ラーニングがついてるんですね。こちらの場合は4ヶ月間使える e エランニングについているので、こちらにも取り組んでいただきたいと思います。で、e ランニングには1回、1回30分かけ週4日。こんなイメージで取り組んでいただきたいというところで、まとめていきますと、これ吹き出しのところですね。総合コースの方。これは講義プラス e ランニングがついたコース。それからコースフォービズ速習コースの方。これは講義のみで e ランニングがついていないコースのことなんですけども、共通で、講義の受講時間が1週間あたり2時間。 一回六十分の講義を週二回のペースでご受講いただき、復習、問題、演習、単語力、強化後に3時間。例えば一日1時間かけ、3日。こんな具合ですね。取り組んでいただいて5時間なんですが、総合コースの方が E ラーニングついているので、加えてですね、この E ラーニングに1日30分かけ、週4日取り組んでいただければ、プラス2時間になって、5プラス2で7時間になる。こんなイメージで捉えていただけたらと思います。 はい、えー。タックの講師陣に関しましては全てですね、トイックに精通した講師が担当しておりますので、えご安心いただきまして、講義ご受講いただけたらと思います。はい。では続きまして、教材についてお話をしていきたいと思います。 はい、教材の構成なんですが、テキスト、問題集、単語集、単語テストからなっておりまして、こちらをコース別にラインナップをしています。まずテキストに関しましては、各コースごとに専用のテキスト1冊ずつがありましてですね。で、続いて問題集に関しては、1冊あたり200問収録した問題集を、500点コースでは1冊、 650点コースでは2冊、750点コースでは3冊使っていくという形ですね。つまり問題の数としましては、200問、400問、600問という形でですね、点数が上がるにつれて、問題数も増えてくる形になっています。そして900点コースにつきましては、テキストの中にもですね、この200問の模試が1セット入っており、また問題集に関しましては、タック出版の激伸び模試、 え3セット600問入った問題集を使っていきますので、200プラス600で800問扱っていくって形ですね。えー、目標スコアが上がるにつれて問題の数が増えてくる構成になっています。また単語集単語テストも750点コースまではついておりまして、1冊約300を収録した単語集を500点コースでは1冊、650点コースでは2冊、 750点コースでは3冊使ってきますので、こちらも300、600、900号といった形でですね、目標スコアが上がるにつれて単語の数も増えてくる。こんな教材,な教材構成になっております。はい、教材はですね、タックとタックが提携しております、Z 会のオリジナル教材を使っています。500点コース工業教材、650点コースを工業教材は全てタックの教材です。 で、こちらのースにですね、提携しております、Z 階の e ラーニングアダプティがついた総合コースという設定がございます。はい。750点コースの工業教材も全てタックの教材で、900点コースの工業教材に関しましてですけれども、で、テキストが Z 階。 で、問題集がタック出版の問題集を使っております。えー、750点コース、900点コースに関しましてもですね、Z 会の AI 載の E ラーニング付きの総合コースの設定を設けております。はい。では続きまして、カリキュラムについてご紹介していきたいと思います。 ここでですね、お伝えしたいところとしましては、インプットとアウトプットの比率なんですね。インプット。皆様に知識をお伝えする部分ですね。問題形式とか解き方の方、解答方法とか、あと使えるテクニック。こんなものをお伝えする部分がインプット。 そしてアウトプットは、実際にトイック形式の問題を解いていっていただいてですね、回答する力を高める、あるいはスピードを速めていく、こんな形でですね、やっていきますが、このインプットもアウトプットもどちらも重要なわけなんですけども、その比率をですね、目標スコアに応じて変えております。500点コースの講義の中では、インプット65%、 アウトプット35%の比率で講義を行っておりますが、900点コースとなりますと、インプット30%、アウトプット70%です。目標スコアが上がるにつれて、アウトプットの比率を高めるような形でですね、講義構成をしております。 はい。えたクの講義ですけども、受験対策特化型です。まあ、トイックを挙げることに特化した内容の講義だということですね。えー、でこち、中身なんですが、先ほど、中身なんですが、先ほどインプットアウトプットの話,話をしましたけども、例、えと、ー、しまして、650点総合コースご紹介しておりますが、こちらの図を見ていただきますとですね、前半の650点講義、パート別攻略ポイント14回がインプットの講義に相当します。で、それ以降ですね、えー、パート別演習、総合トー 総合トトトレーニンがアウトプットの講義になってきますで総合コースの方は e ラーニングがついているので e ラーニングでさらにアウトプットトレーニングをしていただくことによってですね弱点克服はできるこんな構成となっております。 はい。では、ここでですね、タックのコース、教材コース、コースで,ですね、どれぐらい点数が上がるのか、ということについてご紹介したいと思います。この表は、タックで実施を、タックが実施しました大学生向け研修でですね、先ほどまでにご紹介しましたタックの講師による講義と教材のみで実施した例です。先ほど触れました e ラーニング Z カ理 e ー e a r n i が含まないコース4ビ i z 相当の研修実績例でございます。 はい。各コースの目標としていたスコアですねで。受講いただいていた人数。このコースの目標スコア達成した受講生の方の数、達成率とありますが、一番見ていただきたいのは、こちらですね。クラス全体の受講前の平均点と、受講後の平均点と、平均点のアップした点数ですね。 この3列になりますけれども、一部ですね、クラス全体の平均点が100点上がっていないクラスもあるにはあるわけなんですが、大体100点以上上がっているコースが多いですので、ですねタ、ま、たコのコース、どれぐらい上がりますかと言いますと、単価で100点、パック、2つのコースを組み合わせたパックであれば200点アップが狙えるコースなんだと捉えていただけたらと思います。 はい。また満足度のご評価ですね。こういった形でいただいておりますのと、今回の説明会で皆様とシェアしたいこととしましてはですね、受講生アンケートの結果になります。二つをご紹介したいと思います。一つがタックを選んだ理由ですね。トイックタスクをするにあたって、スクールを利用してみようと思ったときに、その中でなぜタックをお選びいただけましたかということに関しての回答です。多かったもの三つなんですが、受講料がリーズナブル。他の講座をタックで受講していた。 え、口コミですね。で、もう一つの質問が、まあ、トイック講座をご受講いただきましてですね、良かったとこはどこですかという質問に対しては、講義、教材、そして受講料を挙げていただいております。このあたりもご参考になればと思います。はい、またホームページの方でですね、受講生の皆様からいただいております、目標スコア達成しましたという喜びの声をご紹介しております。600点台、700点台を取れましたという方からですね、 あるいは800点台、900点台取れましたという方までいただいておりますので、こちらもですね、お時間ございましたらぜひご参照いただけたらと思っております。はい。それでは以上でですね、第2部ですね、短期間での目標スコア取得を可能にするタックの講座の特色終わりまして、はい。最後、第3部ですね、コースガイドに移ってまいります。はい。タックのコースの選び方なんですけども、目標スコアがですね、何点取りたい では何点取らなきゃいけないという方もいらっしゃるかなと思いますが、こちらあってですね。で、ご受験のご経,経験がある方は、スコアをお持ちだと思います。今のスコアは何点でしょうか、はい。で、選んでいただきたいコースとしましては、今の皆様のスコアからですね、目標スコアまでいけるコースをお選びいただきたいと思います。で、受験経験がないという方もいらっしゃるかなと思いますけども、こちら、目安の表を作らせていただきました。皆様の英語力ですね、こちらの表の中で言うと、どこが一番近いでしょうか。 というところで見ていただきまして、まあ、こかなというところが分かりましたらですね、左側見ていただきますと、おおよそ TOEIC で言うと、この点数のレベルだと思います。ということでまとめた表となっておりますので、こちらもご参考にしていただけたらと思います。はい。それではタックのコースの紹介にこう移っていきたいと思いますが、まずですね、タックのコースなんですが、コースパックと単価コースがあります。で、コースパックというのは、こちらの図で言いますとですね、500点と650点のセット。 パックですね。650点と750点のセットといった具合に、2コースをパックしたものとなっておりまして、受講期間8ヶ月間のコースパックとなっております。で、もう一つは単価コースですね。一つのコース、650点の目標のコース、750点の目標のコース、900点目標のコースといった具合なんですが、一つのコースで受講期間4ヶ月間のコースがございます。コースパックと単価コースですね。はい。 でですね、2つのコースパックがございます。コースパックは2種類ありまして、1つがですね、総合コースパック。 そしてもう一つがコースパックフォービズです。違いはですね、これは、e ラーニングがついてる方が総合コースパックえ、ついていない方がコースパックフォービズ講義のみ残すとことですね。ということですね。2コースの講義プラス e ラーニング8ヶ月、e ラーニング8ヶ月版がついた方がえ総合コースパックで、コースパックフォービズは2コースの講義のみのコースとなっております。 で、単価コースも2つありましてですね、えー、総合コースとコースフォービズに分かれます。えー、1つの講義と、1コースの講義と E ラーニング4ヶ月版が付いたコース。で、コースフォービズに関しましてはですね、即習コースとカッコつけておりますが、えー、受講期間は同じく4ヶ月間なんですが、1コースの講義のみのコースでございます。E ラーニング付いていないということですね。はい。 で、まとめたものがこちらの表となりますけども、650点目標、750点目標、900点目標、そして英文法500目標の図に順番に並んでおります。パンフレット8ページに載せさせていただいている表なんですけども、各コース、受講料、あと各コースに含まれている講義、教材を黒丸で表示してですね、そして E ラーニングに関してついているコースに関しましては、何ヶ月版の E ラーニングがついているか、まとめた表となっております。 ま、リーズナブルと書きました。すべてですね、10万円を切る受講料で設定させていただいております。で、この後の説明でですね、あの、まあ、このコースが自分に一番合ってるかなというところが決まってきましたら、もう一つやっていただきたいことはこちらなんですね。学習メディアをお選びいただきたいと思います。はい。 でですね、こちら、教室、ビデオ、ウェブ、DVD とありますけども、現在ですね、ご執講いただいたことが一番多いのが、ウェブ通信講座なんですね。教材を宅配便でお届けをしまして、あとはご自宅等でですね、 パソコン、スマホ、タブレット等で講義動画をご覧いただけるスタイルです。加えてお勧すすめしたい学習メディアとしましては、ビデオブース講座というのがございます。通学ですね。教材を校舎の窓口でお渡しをしまして、校舎のビデオブースルームを使っていただいて講義をご受講いただくスタイルなんですが、ウェブフォローもついているので、ご自身の PC、スマホ、タブレットでも、ウェブ通信の方と同じようにご受講いただくこともできるようになっております。 はい。ではもう少し詳しくですね、学習未練についてご案内していきたいと思います。まず、教室講座に関しましてですけども、東京地区の2校舎なんですが、ちょっと物理的にとい方はちょっと恐縮なんですけども、東京の重洲校と新宿校で開校しております。次回が12月開校のクラスがございます。続いて、ビデオブース講座に関しましては、先ほど少し触れました通り、各校舎のビデオブースルームで講義をご視聴いただけるスタイルです。 え、タクの直営校舎が全国にですね、22校舎ございますが、そのうち19校舎で開校しております。え、開校していない校舎が3校舎ありまして、それがどこかといいますと、札幌校と、東京地区の早稲田校と、中大駅前校ですね、こちらの3校舎に関してはビデオブースの設定がないんですが、それ以外の仙台校から福岡校までの19校舎に関しましてはビデオブース講座の設定がございます。 はい。ウェブ通信講座に関しましてはですね、皆様ご自身の PAC、スマホ、タブレットで講義動画を受講期間中ご,利用ご視聴いただけるスタイルです。まあ、同じ講義を何回見るということも何、何度でも見るということも可能でございます。はい。そして DVD 通信講座に関しましてはですね、この教材と合わせて講義を収録した DVD もお送りして、この DVD も差し上げておりますので、DVD を再生いただいてですね、講義をご視聴いただけるスタイルです。 はい。それではですね、コースの紹介に移っていきたいと思いますけど、まずは650点目標のコースからご紹介していきます。はい。こちらのコースのコンセプトなんですが、難易度の高い問題を解くための攻略法の解説演習を行っていきますということで、まあ、トヨクの中でも問題の量も多くなってきてですね、えー 難易度も高くなってくるパート3、4、6、7の生徒数を上げることに重点を置いて講義を進めています。タックではですね、目標生徒数パートごとのものを公開をしておりまして、こちら650点のコースに関しましては全体で200問中130問以上の生徒を目指すコースになっております。インプット60%、アウトプット40%の比率で講義を行っています。 はい。では、具体的なコースとしまして、まずコースパックですね。500点目標との組み合わせのですね、500点 &650 点総合コースパックと、500点 &650 点コースパックフォービズ速習コースを2種類をご用意しています。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座を毎月開講しております。教室講座は次回12月開講がございます。受講期間8ヶ月間のコースで60分かけ50回の講義を行っています。あ 一点触れ忘れましたが、対象ですね。レベル感なんですけども、えー、トイックに初めてチャレンジするという方とか、スコアが500点未満ですね。まあ、400点台乗ってるという方がいいと思います。400点台には乗っているという方で、まあ、650点を超えていきたいという方向けのコースでございます。はい。え、コースパック2つありますけども、違いは E ラーニングがある方が総合コースパック。E ラーニングがなくて講義のみの方がコースパックービズ即集コースです。 はい。講義に関しましては、どちらのコースパックも共通となっております。はい。通常受講料ですね。500点 &650 点総合コースパック83,200円。500点 &650 点コースパック4ビズ測修コースが5万6,000円です。続いて単価コースですね。650点総合コース、650点コース4ビズ測修コースの2種類があります。 ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座を毎月開講しております。教室講座は次回12月開講がございます。受講期間、単価の場合は4ヶ月間で60分かけ26回の講義を行っています。対象レベル間ですけども、スコアが500点以上、650点未満の方で650点突破したいと、650点突破したいという方向けのコースでございます。はい、2つ単価コースありますが、 4ヶ月版の E ランニングがついている方が総合コース。講義のみで E ランニングがついていない方がコースォ w i ズ速習コースです。受講料は650点総合コース4万六千円。650点コースォ w i ズ速習コースが3万二千円です。続いて750点目標のコースについてご紹介していきます。 はい。こちらのコースですね。時間内にすべての問題に回答できるよう多くの演習を行っていくということですね。この演習の方にまあ重点を置いたコースになってまいります。インプット40%、アウトプット60%の比率で講義を行っておりまして、正当数、目標正答数は200問中150問以上のコースになっております。 はい。まずコースパックなんですけども、650点目標との組み合わせですね。650点 &750 点総合コースパックと、650点 &750 点コースパック、フォービズ速習コースの2種類があります。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座を毎月開講しております。教室講座は次回12月開講がございます。 え、受講期間は8ヶ月間で60分かけ54回の講義を行っています。え、対象レベル間ですけども、スコアが500点以上、650点未満の方で、750点を突破していきたいという方向けのコースでございます。はい、え、2つコースパックありますが、総合コースパックが、 講義プラス2コース分の講義プラス e ラーニング8カ月版がついたコースですね。で、コースパック4ビズが2コース分の講義のみで e ラーニングがついていないコースになります。はい、受講料です。650点 &750 点総合コースパックが89,200円。650点 &750 点コースパック4ビズ即週コースが62,000円です。はい、では750点目標単価コースです。 750点総合コースと750点コースフォービズ速習コースの2種類があります。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座は毎月開講しております。教室講座は次回12月開講がございます。受講期間4ヶ月間で60分 ×28 回の講義を行っています。対象レベル間ですが、スコアが650点以上、750点未満の方で750点突破を目指したいという方向けのコースでございます。 はい。二つ単価コースありますが、750点総合コースは750点の講義プラス E ラーニング4ヶ月版がついたコース。750点コースービズ復習コースは750点講義のみで E ラーニングがついていないコースになります。はい。受講料です。750点総合コースが5万円ちょうど。750点コースービズ復習コースが3万6千円でございます。 はい。それでは900点目標のコースについてご紹介をしていきます。はい。900点のコースのコンセプトなんですが、まあ、回答テクニックはもちろん本物の英語力は必要ですと書きました。まあ、自力もしっかり上げていかなければいけないレベルになってきます。多くの問題を解いていただきながらですね、特にこの難問と言われる問題にもですね、回答して正解するために必要な力を身につけていくことで、まあ、全問正解もですね、意識しながらですね、学んでいただけるコースになっております。 全体で200問中180問以上の生徒を目指すコースです。インプット30%、アウトプット70%の比率で講義を行っています。はい。まずコースパックなんですが、750点目標との組み合わせの750点 &900 点総合コースパックと750点 &900 点コースパック4ビズ速習コースの2種類があります。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座を毎月開講しております。 教室講座は次回12月開講のコースがございます。受講期間は8ヶ月間で60分 ×52 回の講義を行っています。対象レベル間ですが、スコアが650点以上、750点未満の方で900点突破を目指す方向けのコースでございます。はい、コースパック2種類ありますけども、 総合コースパックの方が e ラーニング8ヶ月版がついたコースですね。コースパック 4biz 即習コースの方が講義のみで e ラーニングがついていないコースになります。受講料です。750.900点総合コースパックが96,200円。750.900点コースパック 4biz 即習コースが69,000円でございます。 はい。900点目標単価コースについてご紹介していきます。900点総合コースと900点コース4ビズ、即修コースの2種類があります。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座、毎月開講しております。教室講座は次回12月開講のクラスがございます。受講期間4ヶ月間で60分かけ24回の講義を行っています。対象はスコアが750点以上、900点未満の方で900点突破を目指したいという方向けのコースでございます。 はい。2種類単価コースありますが、総合コースは900点講義プラス e ラーニング4ヶ月版が付いたコース。900点コースービズ復習コースが900点講義のみで e ラーニングが付いていないコースになります。受講料です。900点総合コースが5万4000円。900点コースービズ復習コースが4万円ちょうどでございます。はい。では続きまして500点目標の単価コースについてご紹介をしていきます。 まずは500点突破からという方向けのコースですね。まあ、最初の関門とも言われています。500点突破を目指すコースです。パート1,2,5、比較的短くて優しい問題も多くあります。こういったパートを中心に、500点突破に必要な知識、語彙、回答テクニックに重点を置いて講義を進めています。全体で200問中100問以上の生徒を目指すコースです。インプット65%、アウトプット35%の比率で講義を行っています。 500点目標のコースは単価コースのみでございます。500点総合コースと500点コース、フォービズ特集コースの2種類があります。ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座は毎月開講しています。教室講座は次回12月開講のクラスがあります。受講期間は4ヶ月間で60分かける24回の講義を行っています。トイックに初めてチャレンジする方、スコアが400点以上、500点未満の方で500点を超えていきたいという方向けのコースでございます。 はい。二つ単価コースありますが、こちらも違いは、e ラーニング4ヶ月版がついている方が総合コース、e-learning がついていなくて講義のみの方がコース4ービズ速修コースです。受講料は500点総合コースが43,700円。500点コース4ービズ速修コースが29,700円です。はい。では続きまして、英文法単価コースについてご紹介をしていきます。受験準備基本英文法プラスアルファコース。 ございますこちらはですね、トイックで出る英文法と各パートの攻略ポイント、まあ、基本的なポイントになりますが、こちらは再確認できる基本コースでございます。 ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座で毎月開講しております。教室講座の開講設定はございません。受講期間4ヶ月間で90分 ×12 回の講義を行っています。英文法を基礎から復習したい方、こちらはレベルを問わずですね、おすすめのコースです。あとは英語に苦手意識があるという方、スコアが400点未満だという方向けのコースになっております。 はい。内容としましてはですね、トイックで出る英文法の項目を全部で30のユニットに分けたテキストを使って英文法総復習いただける内容と、トイックの各パートの基本的な攻略ポイントプラス練習問題を収録したテキストとなっておりますので、基本的なポイントですね、攻略ポイントを確認いただける、確認いただける内容となっております。 はい。エージ講義ですけども、ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座での開講で19,800円のコースでございます。はい。では続きましてですね、e-learning についてご案内したいと思います。総合コースパックで8ヶ月版、総合コースで4ヶ月版がついています。 という形で繰り返しお話をしましたけれども、具体的にはこちらですね。AI 技術が搭載された e-learning。タックが提携しております Z 界の a d a p t i というですね、学習ツールになります。特徴としましては、この AI 技術が全面的に搭載された e-learning 教材ということで、教育対策の教材の中ではまだまだこの全面的に AI が入っているという教材少ないんですね。ということで、先進的な教材だということが言えます。 で特徴としましては、この AI が皆様の、ね、お一人お一人のですね、実力を把握して、特に弱点克服に有効な問題を出してくれますので、まあ、そういった、えー、自分にとって効果がある問題をどんどん解いていただくことによってですね、まあ、結果的に、まあ、解ける問題も解けるわけなので解かなくていいという話になりますから、まあ、少ない問題演習量で高い学習効果が得られるのが特徴です。 はい。で、総合コースでですね、まあ、講義とこの e ラーニング、同時並行でですね、やっていく感じになりますが、こちらどんなイメージになるのかっていうのはこちらですね。はい。まあ、今の皆様のスコアから目標スコアまでですね、多くの方にとって共通する内容を講義で扱っていきますが、この e ラーニングに取り組んでいただくことによって、皆様の得意なところはさらに伸ばしていただいて、また逆に弱点は克服していただくことによってですね、まあ、より確実に目標スコア、 あるいは、目標スコアプラスアルファが狙えるのがこの e ラーニングだと捉えていただけたらと思います。 はい。このアダプティー・イーライニングの流れなんですけども、こちらですね。目標スコアと学習期間を設定し、最初にですね、このプレテスト、初回テスト100問解いていただきたいんですね。こちらを解いていただくことによって、AI が皆様の全体的な実力を把握して、問題を出し始めてくれますが、途中、その回答状況に応じてもですね、出す問題をこう調整してくれる。こんな形で問題演習がどんどんできる形になっています。 はい。で、右下にですね、受講料載っておりますけども、こちらは、ね、アダプティだけをお申し込みいただくこともできますので、その際の受講料ということでご紹介しておりますが、今回の説明会でご紹介しました、総合コースパックをご受講いただきますと、こちらの8ヶ月番号も入っているので、ベッドの支払いはいりませんし、総合コースを取りいただきますと、こちらの4ヶ月番号も入っているので、こちらのお支払いもいらない形になっております。はい。このアダプティですね、この、ま、えー、 pc、タブレット、スマホ対応のですね、教材なので、この隙間時間ですね、こちらを使っていただいて、使っていただいてですね、どんどん取り組んでいただけたらなと思っています。 はい。このアダプティの実績、学習時間の目安についてご紹介していきたいと思います。この表で特にご覧いただきたいのはこちらですね。100点から145点アップした方の平均問題演習時間が37.2時間と出ているので、この第3部の冒頭で学習時間の目安の話をしましたが、このアダプティに関しましてもですね、1日30分かける週に4、5日取り組んでいただいて、1週間あたりの時間としましては2から2.5時間。 で、これを4週間続けて、月あたりの学習時間を8から10時間にしていただいて、これを単価コースの受講期間の場合ですと4ヶ月間続けていただくことでですね、32から40時間にしていただく。こんなイメージでですね、取り組んでいただけたらと思います。はい。 ではちょっと話を変わりますが、オンラインセミナー動画ライブラリーについてご紹介していきたいと思います。ここにバーンと出しておりますけども、先ほどまでにご紹介しました、2020年度、今年度開講しております主要構想の特典映像として、こちらお付けしております。内容としましては、タック講師陣によるオンラインセミナー、2023年実施分の各タイトル、11タイトルあるんですけども、こちらが受講期間中、いつでも見放題になっているウェブ通信講座でございます。 はい。タイトルとしましては、こちらの11タイトルですね、ご覧いただける形となっておりますので、まあ、全部見てくださいということではないですが、この中からですね、ご興味のあるセミナーのタイトルをですね、まあ、通常の講義のご受講と並行して、時々を見ていただくなどしていただいてですね、皆様の自己学習のお役に立てていただけたらと思っております。はい。それでは、フォロー制度の話に移っていきたいと思います。まず、Web フォローですね、教室講座の方、 ウェブ、えっと、DVD、えっと、ビデオブース講座の方ですね、まあ、講座に通学するスタイルを取りますけども、ウェブフォローもついていますので、ご自身の PC、スマホ、タブレットでも講義動画をご覧いただけるフォローとなっております。またですね、教室フリーパス制度ございます。まあ、教室がちょっと八重洲と新宿という東京地区の2校舎なので、まあ、物理的に厳しいという方はちょっと申し訳ないんですけども、え、ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座の方もですね、え、ー 教室の方にもご出席いただくことができる、こんな制度でございます。はい。今日ご紹介しましたコースのうちですね、受験準備基本英文法プラスラフォーコースに関しては、教室講座の開講がございませんので、こちらの制度もご利用いただくことができなくなっております点、ご了承いただけたらと思います。 はい。では続きまして、デジタル教材ですね。こちらは、紙の教材をお渡しをしていますけども、900点コースはちょっと対象外とさせていただいているんですが、それ以外のコースに関しましては、このスマホ、タブレット等でもですね、タックの教材がご覧いただけるサービスがついております。はい。そして、自習室ですね、タックの教室なんですけども、講義を行っていない教室を自習室って形で開放しておりますので、こちらもですね、受講期間中ご利用いただくことができるようになっております。 また質問 E メールですね、受講生のサイトに入っていただくとですね、質問メールというタブがあって、メール形式でですね、ご質問を送りいただくことができるようになっておりますので、こちらも合わせてご活用いただけたらと思います。 はい。それではですね、ちょっとまた話が変わりました。IP テストについて、えー、少しご紹介できればと思います。第1部のですね、試験概要の中でですね、公開テストとは別枠で、学校企業単位で行われている団体受験として、この IP テストがあります。という話をしましたけども、タック、統一教講座の受講生の方がご利用いただける IP テスト、こちらの3種類あります。 で、上から順番に行きますと、TOEIC L&R テスト IP テスト。公開テストと同様に、公開テストと同様に約2時間で200問に答えるマークシート方式のテスト。続いて、TOEIC L&R テスト IP テストオンラインですね。これは1時間で90問に答えるご自宅等の PC で受験するオンライン方式のテスト。そしてですね、TOEIC S&W テスト IP テストオンラインですね。これはスピーキングライティングのテストの IP テストになります。 はい。で、今回ですね、この上の2つについてご紹介させていただきたいと思います。はい。こちらの表ですね、上段がマークシート方式ですね。会場がタックの八重洲港とタック梅田港2会場で実施をしております。祝日の午後の時間帯で行っておりまして、年間6回実施をしています。 で、下段が IP テストオンラインの方ですね、ご自宅等の PC でご受験いただけるテストで、こちらも6回行っているんですが、これはですね、受験期間を設けておりまして、約1ヶ月間ずつですね、受験期間を設けておりまして、この中のどこか1回のタイミングで1回だけ受けてください。こんな形のテストでございます。はい、この IP テストに関しましてはですね、受験資格がございます。 はい、えー、こちらの黄色いとこなんですけども、まあ簡単に申し上げますとですね、今日ご紹介しましたコースいずれかを申し込んでいただいて、えー、パック8ヶ月間とか、単価が4ヶ月間とかという受講期間ができて、この受講期間中に実施されるテストに別途受験料を払って受けるというのは基本的なスタイルだとお考えいただけたらと思います。 はい。受験料ですけども、マークシート方式の L&RIP テスト、オンライン形式の L&RIP テスト、それぞれ5,500円。そのダブルに関しましては9,500円で実施をしております。で、まあ、公開テストよりも少しお安く受験できる点とかですね、あと本番慣れするという意味でもよろしければ、こちらの IP テストもご活用いただけたらと思っています。 で、一点注意点がありまして、こちら記載しておりますけども、公式認定証が必要な場合ということですね。あの、皆様の中でですね、え就職、転職、あるいは進学などの目的で、えトイックのスコアを、その、 お、希望先のところに提出しなければいけない場合ですね。提出先によっては、提出先の企業とか学校によってはですね、公開テストのスコアを出してくださいと指定がある場合があるんですね。その場合は必ずこの IP ではなくて、公開テストの方をご受験いただきますようにお願いをいたします。 はい。あとよくいただくご質問としましてはですね、この受講期間内に受験できるテストだということは分かったんだけども、そういった場合受験、受講期間外にな,なってしまう場合は受けられませんかというお問い合わせを時々いただきます。えー、受講、講座を受講した後のタイミングとか、まあ、あるいは受講する前のタイミングとかで受けられませんかというご質問をいただくんですが、えー、その場合お答えしているお勧めしているコースが2つあります。2種類あります。 で、一つ目がこちらですね、短期集中ゼミというコースございまして、これはですね、まあ、たテスト対策的な学習経験があんまりないか、ほとんどない方向けに、直前対策的にですね、まあ、20分かけたな、まあ、約3時間ぐらいのでですね、全7つのパートザざーっとですね、攻略ポイントとか練習問題でやっていくようなですね、コースになっているんですが、こちらの短期集中ゼミと IP テスト、 マークシート方式かオンライン方式かそれぞれついたセットコースをご用意しております。テスト対策的な学習経験があまりないという方で、ちょっと受けてみたいんだけども、という方に関しましてはこちらですね、1万4000のコース、IP テスト付きのコースをご用意しておりますので、こちらご検討いただけたらと思います。で、もう一つが経験者向けですね、オンラインセミナー動画ライブラリー、先ほどまでにご紹,先ほどご紹介しました主要コースで、 え、特典としてついていますと申し上げたんですが、これ単体のコースとしてもお申し込みいただくことができまして、単体だと2500円のコースなんですが、こちらに IP テストをつけたコースといたしまして、7700円ずつですね、のコースも用意しています。こちらのコースをお勧めしたい方はですね、ま、タックの講座を受講して終了した方とか、 あるいは、タックの講座を受講したことはないけれども、教育対策の学習の経験はまあまあもうありますよという方向けですね、経験者向けにお勧めしているコースになります。はい。それではですね、日程についてご紹介をしていきたいと思います。はい。学習メディアをご紹介しましたけども、ビデオブース講座、ウェブ通信講座、DVD 通信講座を毎月開講しておりますので、皆様のお始めになりたいタイミングで始めていただいて、またご自身のペースで学習いただける点がお勧めポイントです。 はい。11月開講クラスからご紹介していきます。11月開講クラスに関しましては、Web 通信講座、DVD 通信講座の教材発送は10月25日から始まっておりまして、Web 通信の方は11月1日から、えーとテえーテ、テスト、講義のご受をですね、できるようになっておりますのと、あとビデオブース講座の方でもですね、11月1日から講義の視聴ができるようになっております。 はい。受講期間に関しましてですけども、コースパック、単価コースですね、それぞれこちらの受講期間となっております。はい。12月開講のクラスに関しましてはですね、11月25日から通信講座の場合は教材発送が始まっていきまして、ウェブ通信の方は11月29日から講義の主張が開始となります。ビデオブース講座の方も11月29日から講義主張開始となります。 はい。この11月29日に12月開講クラスがなっている理由なんですけどこれ平日をですね、開講受講期間初日のところを平日に設定するって形で、またこの方では、決め事としてやっている関係で、12月1日が日曜日になってしまうので、その前の平日っていうことでですね、11月29日から受講期間を開始、ビデオブースの視聴なども開始できるようにさせていただいております。 また12月に関しましては、教室講座の開講がございまして、八重洲港、新宿港で全部で4コースですね、ご覧の日程、時間でですね、開講していきます。はい、受講期間ですね、コースパックの方、単価コースの方、それぞれこちらの期間で設定させていただいております。 はい。では続きまして、2025年1月開放クラスについてご紹介していきます。ウェブ通信、DVD 通信の方ですね、教材発送12月20日から始まっていきまして、Web の方は年明け1月6日から講義の主張開始となります。ビデオブースの方も年明け1月6日からですね、2025年1月から講義の主張が開始となります。はい。受講期間なんですが、コースパック、単価コース、それぞれこちらの期間で設定をさせていただいております。 はい。ではですね、講座の申し込み方法、体験入学についてご紹介をしていきます。はい。講座の申し込みに関しましてですけども、タックの受付窓口、インターネット E 受付と呼んでおります。こちら。またですね、大学生協等代理店、取扱書店窓口、郵送で受けたまっております。はい。タックの校舎ですね、札幌校から。 福岡校まで直営校舎22校舎ございます。お近くに校舎がございましたらお気軽にお問い合わせお立ち寄りいただけたらと思います。はい。続いて体験入学のご案内なんですが、教室で体験入学いただくことができます。 先ほど12月開校の教室講座の日程をご紹介しましたが、こちらですね、こちらの初回の講義に関しましては、無料体験入学ができますので、まあ、お申し込みいただく前にですね、初回の講義これ出ていただいて、実際に講義を受けてみていただいてからですね、申し込むかどうかお決めいただくこともできます。 はい。また、ウェブの方でも講義ご覧いただけるようになっておりまして、こちらですね、えー、通信講座などでご視聴いただくことになります、えー、ト e i ク講座のスタジオ収録版の講義ご覧いただけます。 トイック講座のトップページから少しスクロールして下がっていただきますと、動画で見る講座説明会体験講義とありまして、動画一覧を見るのボタンが出てきますので、こちらを押していただきますとですね、こういった形で無料体験講義という形で各コースの初回の講義を中心に公開しておりますので、気になるコースについてぜひチェックをしてみていただけたらと思います。はい。それではですね、今回お話ししました内容を最後にまとめておきたいと思います。 今回の講座説明会ですね、こちらの3部構成で進めていきました。第1部ですね、受験のメリット、目標スコアの中ではですね、就職転職活動に使える、また社会人の方にとってはキャリアアップにも使えるテストだということについてご紹介させていただきました。また目標スコアに関しましてはですね、まずは650点を出してくださいという話に続きまして、750点、予約点が取れるようになってきますとアピール度はさらに大きくなってきますという話をさせていただきました。 続く第2部ですね、短期間での目標スコア取得を可能にするタックの講座の特色の中では、はい、おすすめの方といたしまして、初めてチャレンジする方、いつもだいたい同じスコアになってしまうという方、早く目標スコアを取りたい方のための講座です、ということについてご紹介させていただきまして、特徴としまして、3レベルのコースの中から選べます。また、学習メディアですね、こちらもお選びいただくことができまして、e ラーニング付きのコースもございます。 また短期間で完結型のコースで,とですという話に続きまして、おすすめの理由といたしましてですね、講師、教材、カリキュラムありますので、早く効率よく時間を節約して目標スコアを狙っていただけるのが特徴です。おすすめポイントです。これについてお話をさせていただきました。そして第3部コース画廊の中では、2つのコースパック、総合コースパックとコースパック、ォービズ、そして2つの単価コースがあると。 って感じですね。総合コースとコース4ォービ e-learning のありなしの違いだけでしたね。で、特徴としましては、各コースすべて10万円を切るリーズナブルな受講料の設定になっています。ということで、各コースについてご紹介をさせていただきました。 はい。では、終わりにということで、こちらの図をご紹介したいと思います。トイクのスコアアップを目指す皆様にぜひお勧めしたいこととしましては、いつまでに何点取るぞという形の目標を決めていただくことはもちろんのことですね。この目標スコアが取れたら、こんな風にですね、この英語を活かしていきたい、英語力を使っていきたいといったですね、目標スコア取得後の未来もイメージしていただきながら、スコアアップに取り組んでいただけたらと思っています。 で私たちタックの願いとしましては、このトイックで目標スコアを取ることについてはですね、早く効率よくですね、取ってしまっていただきたいわけなんですね。でより多くの時間を目標スコア取得後の未来の方に使っていただけたらと思っています。よろしければタックの講座が皆様の役に立てれば幸いです。はい。短期間にスコアをぐっと上げていただくために4つ、必要な4つの要素を最後にご紹介できればと思います。それはですね、はい。講師、教材、 カリキュラムですね。この3つ使っていただく方は、ぜひ、3つを使っていただくのがいいと思います。で、この3つに関しましては、私たちタックにぜひお任せいただきたいと思いますが、どうしても1つだけ用意できないものがあります。それは何かと言いますとですね、皆様の、このよしっていうの強い気持ちですね、こちらだけぜひ持っていただいて、タックでのご自回を開始、ご検討いただけたらと思います。 はい。こちらが最後のスライドになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。信頼のタックブランドと書きました。今回ご紹介しました講座説明会ですけれども、個人でお申し込みいただける講座なんですが、それ以外にも法人向けの実績も多数ございます。共通するコンセプトは短期間で効率的な学習ですね。こちらの、を皆様の学習をサポートしておりますので、ぜひご検討いただけたらと思っております。また皆さんとは近いうちに講座で胸にかけることを楽しみにしております。 こちら講座直通のですね、え、e、E メールアドレスとタック共通のお問い合わせのフリーダイヤルを載せておきましたので、また後日ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。はい。それでは以上でですね、全体の講座説明会終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。